ドジャースの大谷翔平投手は17日日本時間18日、敵地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で先頭打者本塁打を放った。1番指名打者で出場し前日から2打席連発。打球はブルペンに着弾し、ドジャースの球団セキュリティの元へ渡った。ブーイングを黙らせた。初回先頭の第1打席でエンゼルス時代の同僚、ホセ・キンタナ投手の2球目シンカーを捉えると打球は右翼へ一直線。打球速度 117.8マイル、約 189.6キロ、飛距離422フィート、約 128.6メートル、角度22度の一発だった。前日16日同17日リーグ優勝決定シリーズ第3戦の3ランに続き、プレイオフ3本目、走者なしではプレイオフ26打席目にして初安打となった。敵地は沈黙した。打球は右中間にあるドジャースのブルペンに入った。球場スタッフによると、ドジャースのセキュリティが保持しているというレアケースなんでしょうね。それにしても規格外。左から景気よく打って、このままノーランナーの場面でも打って好き勝手言ってたメディアを黙らせる活躍期待しています。これは核戦突入かも。左から打ったのは大きい。打った瞬間、いやー来年も打者専念なら60本70本も夢じゃないんだけどな。私たちを目覚めさせてくれるような一発ありがとうございます。山本さんのためにも連発してくれ。あ、ランナーがいないのに打っちゃったよ。走者なしでも打点を稼ぐところが大谷さん、もう普通に神。ジャッジも同点ホームラン打ってるしな。ドジャースブスヤンキースのワールドシリーズになったら、好調なジャッジ大谷の話題で日本のテレビ煽りまくるだろうな。楽しみだす。でもまだ勝ち抜けたわけではないので、少し冷静になろう。今日はランナーなしでも打てると踏んで、聞けとエドマンの打順を上げたか。デイブ恐るべし。